皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この時間は日本の諸地域の中から琵琶湖の水の利用と環境、開発と保全の歩みについて学習します。本日皆さんに学んでほしいのは、1、日本一の湖、2、琵琶湖の水を利用する、3、琵琶湖を守れの3つです。琵琶湖ではどのような開発と環境保全の動きが見られてきたのかについて一緒に考えていきましょう。琵琶湖について調べてみましょう。動画を一時停止して教科書196ページを参考にして括弧に書きましょう。滋賀県の面積の約6分の1を占める琵琶湖は日本で最大の湖です。琵琶湖に流れ込む河川は大小を合わせて約460本もありますが、琵琶湖から流れ出る自然河川は瀬田川だけです。瀬田川は京都府で宇治川、大阪府で淀川と名前を変えて大阪湾に注いでいます。琵琶湖の水はどのように利用されているのでしょう。動画を一時停止して教科書196ページを参考にして括弧に書きましょう。明治維新の頃、東京遷都により京都の町は活力を失っていました。そこで京都府では琵琶湖と京都の間に疎水を通すことにより、市民の飲料水を確保するだけでなく、琵琶湖と宇治川を結ぶ舟運を開き、同時に水車による動力、灌漑設備などを整備し、産業の発展を目指しました。こうして1890年に出来上がったのが琵琶湖疎水です。翌年には日本最初の商業用水力発電所を完成し、京都の産業振興や生活の近代化に大いに貢献しました。現在、琵琶湖は滋賀県をはじめ、京都府、大阪府など近畿地方で生活する人々に飲料水や工業用水を供給する役割を担っています。琵琶湖をどのように守っているのでしょう。動画を一時停止して、教科書196、197ページを参考にして、括弧に書きましょう。地形的な条件から琵琶湖は周辺地域の排水がすべて流れ込む一方で、湖の水は排出されにくくなっています。琵琶湖の水がすべて入れ替わるには約19年かかると言われています。高度経済成長期以降、琵琶湖の周辺地域では工業団地や住宅地が開発されました。経済発展は人々の生活を豊かにしましたが、一方で汚れた産業排水や生活排水、農業排水が大量に琵琶湖に流れ込むことになりました。その結果、湖水の不栄養化が急速に進み、1977年、貴重な水源である琵琶湖でプランクトンが異常発生し、大規模な淡水赤潮が発生しました。その主な原因は農業肥料や合成洗剤に含まれるリンでした。これをきっかけに、琵琶湖の周辺地域に生活する人々は、合成洗剤ではなく、天然油脂を主な原料とした石鹸を使おうという運動を繰り広げました。この運動は、リンを含む合成洗剤の販売、使用、贈答の禁止や、工場排水規制を盛り込んだ条例の制定、市民による油脂群落の復元活動につながりました。しかし、こうした努力も続く周辺地域の開発によってなかなか効果が上がらず、問題の完全な克服には至っていません。今日のまとめです。学習課題である琵琶湖の開発と環境保全の動きについて学ぶことはできましたか？右下にあるように、本字で学んだ言葉を使って50字程度でまとめましょう。198、199ページの
東アジアと結びつく街を読んで考えましょう。東アジアとの交流の歴史から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。自分の言葉で考えを書いてみましょう。